今年の3月11日に、ベイスターズファンが、オープン戦の試合が終わってからなん、選手待ちをしてたらしいです。横浜スタジアムのところで、とあるツイートを発見しました。それから、開幕を待ち遠しい気持ちはわかりますが、何のために無観客試合にしたのかと思います。まあ、ちゃんとルールを守りましょう。同じベイスターズファンとしてちょっと悲しいと思いました。まあ、確かに、まあ、私も、早く開幕待ち遠しいです。でも、我慢してるファンもたくさんいますので、試合に、横浜スタジアムの周辺など、たくさんの人が、集まると、新型コロナウイルスとかにかかったりする可能性もあります。あと、まあ、選手に移したりする可能性もありますので、そういうことはやめましょう。チャンネル登録お願いします。